吉谷さん、私の動画がですね、吉谷さんのアカウントにまで影響を及ぼしちゃってすいません。これはね、ずっと心残りであったことなんですけども、ただね、ちょっと私もね、吉谷さんにね、これはね、注意した方がいいよってことをお話ししたいと思います。というのが、吉谷さんの動画を私がそのままアップロードする。私の動画を吉谷さんがね、アップロードする。これってね、場合によっては、何の工夫もない他社のコンテンツと全く同じですっていう警告で、そのペナルティが来る可能性があるんですよ。で、私はこのペナルティ来たんですよ、そういえば。忘れてましたけど。で、それ以来、私は吉谷さんから送られてきた動画をダウンロードしてアップっていうことをね、やめたんですよね。ですんで、私、億万長者合宿の動画っていうのは自分のしかアップしてないんですよ。だからこれはね、なんで私だけ来たのかわかんないですけども、ちょっと用心した方がいいかなっていうことで、今回の動画にさせてもらいました。だから他社の動画をそのまんまアップロードしていたら、その方の著作権に触れてないとか許可があったとしても、全く工夫してないコンテンツが重複して上がってますってことで、その動画が多ければね、なんかのポイントで警告が来るみたいなんですよ。で、警告が来た結果何が起きたかってことはよくわからないんですけども、ただ警告が来ましたね。だから私はそれから、ちょっとね、吉谷さんの動画をダウンロードしてアップってことは、控えてる状態なんですけども、ただこれ吉谷さんの方には行ってないでしょうね、きっと。なんでなんだろうということでございます。はい、じゃあ今回は以上です。